ちょうどよかった。ここら辺で漂白者が吸収できるやつを捕まえよう。この姿片っ端から探してあげる。解明はっはっ。さっきの再現できる？漂白者が吸収できるのはすごい残像だけなのか？もしくは種類が限られているとか？それともデバイスならできるとか？見た目は少し変わってるけど、基本的な機能は私たちのデバイスのと同じだね。これも音の力だ。これも音の力だ。大事にしないと。これも音の力だ。隙だらけだ。この身を刃に強敵。行くぞ。行こう。
集場はこの先だよ。漂白者さん？見つけた。私だけの運命の種。美味しいものでも食べに行く？私は一旦研究員に戻るわ。雲量谷の異変、無音区の復活、頻発する怪食現象、これらの異常な状況について報告しないと。天帝への報告は私に任せてください。ついでに漂白者さんの謁見の手続きもしておきます。中枢信号灯を登録してもらいたいし、私が漂白者を案内するよ。それが終わったら適当に近くを見て回ろっか。今週に初めて来た人を変帝に突っ立たせておくわけにはいかないでしょ。それに1秒でも退屈されたら私ら今週民のおもてなし精神に反するよ。では私は謁見の手続きをしてきます。しかは変帝まで漂白者さんの案内をお願いね。うん、任せて。後で共鳴医療科にも話を通しておこうと思うのだけれど、身体状況を考慮するとあなたは全体検査を受けるべきよ。謁見が終わったら研究員に来て。主に検体、病変によるリスクの排除、そしてバイタル情報と身体データを監視し記録する。得た情報やデータは全て分析研究に利用させてもらう。もちろん勝手には使わないわ。全てあなたが同意してくれたらという話。それじゃあ早速。ほら、もたもたしないで。漂白者を案内したい場所はたくさんあるから。獅子舞、ヒーローショー、摂取所、憲法試合、それに美味しいものも数えきれないほどあるんだ。今週上にないものはない。の味方しかここに参上。それえい、いけいけ。さあ、
今週の中枢信号塔に到着。今週最大のサーバー集約センターみたいな感じかな。私も人に説明できるほど詳しくないんだけど、まあつまり大型のナビゲーションシステム、防衛システム、それと地域インフォメーションセンターを兼ねてるってとこかな。今まで見てきた信号塔は全部小型のだから、中枢信号塔の方がすごいんだよ。でも信号塔間ではデータが共有されていて、信号塔を登録すればマップ情報がデバイスに同期されるんだ。便利でしょ。デバイスをそこに置けば登録完了だよ。行こう。初めて見たよ。私もびっくりしました。変庭にこれほどの一般人が集まっているなんて。はい、ここにいる人たちも越権を申請したようですが、すでに却下されたみたいですね。手続きの際にこの絵が引き換えさせました。今残っているのは代理で手続きを行う者や、一度断られてもまだ引き下がろうとしない者たちです。ここを訪れた人は皆口を揃えて、三家様に一別されると動けなくなると言っていました。実際に三家さんのたった一言で引き返させられたとか。何それ、某髪が蛇の残像みたいに石にでもされたのか。
レイン様に仕えるこの絵です。ああ、冷酷な眼差しと優れた武才を持つ全能の冷徹美人という噂を聞いたことがある。そうですね。でも偏邸にいなかったとしても今週の外にいるということは滅多にありません。そもそもレイン様は今週を離れることができないのです。公務や書類処理のため多忙というのもありますが、州の主である以上その地と一体となる必要があります。レイン様がいないということは外地での公務に赴いている、あるいは州に何か危機が迫っている。え、何か大変なことが起きるってこと？おお、さすが漂白者、自信がすごい。でもまあ正直疑いようがないよね。レイン様が言ってたこと全部当てはまるんだもん。できるよ、ライブじゃないから。漂白者さん、何か思いついたんですか？つまり？漂白者さんが何を考えているのかは分かりませんが、とにかく一度会ってみてその目で確認した方がいいと思います。そうそう、私もよく分からないけど、レイン様の目的が何であれ会ってみないと分からないじゃん。え、私？あんたとヤンヤン、それと白紙も一緒にパンファ食堂でご飯食べたいなって考えてる。でももう少しで私の当番の時間になっちゃう。間に合うかな？そこまでは考えていませんでした。漂白者さんを今週まで連れてきたのは私です。だからせめて今週にいる間は私たちも漂白者さんと共にいます。もうみんな考えすぎだってば。それでもやはり空白だらけの記憶しかない状態で。なるほど。漂白者さん、まずはレイン様と会ってみましょう。そうすれば何かわかるかもしれません。謁見は同行が認められていないので、私とシカは外で待っています。あなたの帰りを。うんうん、すぐ近くにいるから、何かあったら大声ではダメか。外からは聞こえないもんね。偏邸で騒ぐのも厳禁だし。こちらにどうぞ。どうぞおかけください。では少々お待ちを。
お待たせして申し訳ございません。はじめまして、レイン・この絵の参加と申します。現在レイン様は偏廷を離れておいてですが、出立前にあなた様へ贈り物とある印をご用意されました。本日はそちらをお渡しします。レイン様曰く、言葉で説明せずともその印が指す場所にあなたが求める答えがあるとのこと。期限は3日、それまでであればレイン様に必ずお会いできます。3日というのは長くてもという意味です。レイン様がご自身で指定されました。ですが3日以内であればいかなる形であってもお会いできるかと思います。レイン様に代わり感謝申し上げます。あなた様のご好意は必ずやレイン様にお伝えいたします。我々はあなた様の助力を求めています。しかしこれはお願いであり命令ではありません。そしてこの時間での問題でもありません。我々はただあなた様に事の全容を把握していただき、その後で助力いただけるかどうかを判断していただければと思っております。申し訳ありませんが、私の口からお答えすることはできません。しかしレイン様もあなた様とお会いすることを望んでおられます。申し訳ありませんが、現時点ではより詳細な回答をすることはできません。しかしレイン様はお一人で遂行しなければならないことがあり、あなた様との面会をずっと心に留めておられます。あなた様の来訪される時間が予測できなかったため、このような方法となってしまいました。それとレイン様は、印はただ謎解きをするためのものでなく、証拠や合図となるものだとおっしゃっていました。また事態が急を要したとはいえ、このような曖昧で複雑な方法でしか伝えられず申し訳ないとも。しかしあなた様の存在と情報はあなた様が思っているよりもはるかに重要なものなのです。レイン様はここにはおりませんゆえ、それにお答えすることはできません。ですがあなた様は特別です。その者たちとあなた様の違いは何なのかということですね。私の目には生き物の周波数が映ります。いや、むしろ周波数しか映りません。あなた様はレイン様と同じ周波数を持っています。いえ、申し訳ございません。正確に言うとあなた様の周波数は歪みのないありのままの姿をしている、レイン様と同じです。この世に存在しているあなた様本来の姿です。それはそれぞれ違いがあります。デバイスを貸していただけますか。あなたが腰にかけているひょうたんのことです。これはレイン様からの指示ですので。
探索モジュールを最新版へとアップグレードいたしました。これによりスキャン、オブジェクト操作、鍵縄などの機能が使えるようになります。またあなた様の通行権限の認証につきましても、デバイスコードを各関口と信号塔に送信しましたので、担当者にデバイスコードを提示、もしくは信号塔を登録していただければ通行できます。要は今週各地を行き来するためのフリーパスのようなものです。はい、変態も含め自由に出入りできます。また失礼ながらお尋ねしますが、宿泊される場所はお決まりですか？もしまだでしたら、レイン様が変態内に手配された部屋をご利用ください。ご利用の際は私にお声掛けください。お部屋までご案内します。わかりました。では私はここでお待ちしています。